山中聖一明治18年5月25日は、三河国壁海軍棚、小村東浦出身の書家政治家である、山中新天王絹として知られる、陽名は少女、忌み川県、五王を新天王聖一と称した。水墨山水図1887年、三河国壁海軍棚、小村の豪農の家に次男として生まれる。七の三中七、 左衛門は、京都で学び、日本各地を歩いて、地理を探求し、東浦で指定の教育を行っていた。早いうちから、大阪の篠崎小竹に入門したが、海岸年に、父が死去すると、家業を継いだ上で、寺小屋を開いた。しかし、京都に出て国事に奔走していた弟が休止すると、家督をもう一人の弟に譲った。漢学を志して上京し、 伊勢国の斎藤節道に入門した。三年後に京都に出て、柳川西岸、内海喜三郎、梅田雲マレビ人ら勤能の志士と交わり、国事に身を提した。この頃に富岡鉄斎と知り合い障害の友となる。安政の大国では多くの同志を失い、自らの身にも危険が及んだために難を逃れて、修学院村に身を隠した。明治維新後には、 国家の岩倉と美に仕えた。慶応四年のとば、伏見の戦いの際には、朝廷側の食料や軍事費を調達する役目を担い、また、明治天皇の東京戦闘の際には御用係を務めた。明治二年七月には、物う県知事に就任し、明治三年九月には、とめ県知事に就任した。明治六年、五十二歳で、すべての官職から引退した。 京都の下鴨に転居し、嵐山の大井下藩に、対嵐山坊を結び、文芸三昧の悠々自適の生活を送る。明治10年に、明治天皇が行行した際には、白羽に十二貫と金七十五円を賜った。明治12年には、書の古典を開き、上司という書籍を刊行した。明治18年に病没、去年十四。死後には、明治政府より、 正五位を受け、大正二年には十四位を受けた。東浦の新名社に新店、王妃が混流され、これに合わせて電気が出版されている。ありがとうございます。